여러분안녕하십니까유튜브で学ぶ本格韓国語テキカンハングル講座の時間です。今回はですね、韓国語講座ではなくて、韓国の、ちょっと苦しい話を少ししたいと思います。テキカンブログでですね、韓国語と韓国文化とかいろんなさまざまな情報を発信してるんですけれども、先日韓国人の闇、自殺問題に関する記事を投稿したんですね。その話をですね、YouTube でも少し、語ってみたいと思います。先日ですね、韓国の有名な、女性芸人のパク・チサンさんが自殺をしたんですね。私もですね、彼女に、実際、会ったことがあって、大学生時代に、彼女が出演していた人気お笑い番組ですね、ギャグコンサートという、KBS の番組のチケットが当たって、彼女の生 のお笑いを見たことがあります。当時本当に人気絶好調でしたし、あれ以降も、人気女性芸人だったので、急に自殺したというニュースを聞いて私も、かなり衝撃を受けました。皆さんご存知の、シャイニーのジョンヨンさんとか、カラーのグアラさんとか、次々と、日本でも有名なアイドルのメンバーが自殺したんですよね。皆さん、なんと韓国が世界で最も自殺率が高い国だという事実をご存知ですか？ここ数年間ですね、中東1位を、キープしてるそうですね。1日で平均38人、35分ごとに1人が今でも自殺してるという、最新の調査結果もありました。韓国人として、非常に悲しい苦しい事実なんですけれども、それでですね、今まで自殺した有名人と芸能人は誰がいたのか、そして韓国人はなぜここまで、自殺率が高い理由に関して語ってみたいと思います。まず、未だに韓国人に、大きくショックを与えたのがチェ・ジンシルさんの自殺だったんですね。2008年、40歳でトップ女優だったチェ・ジンシルさんが、朝自殺したというニュースを私聞いたんですけれども、当時私は出社中に、ラジオでそのニュースを聞いたんですけれども、ラジオ DJ がですね、涙ぐんだ声で、ニュースを伝えていた記憶を鮮明に覚えています。国民の女優だったんですね、チェ・ジンシルさんは。家が大変、貧しい家で育てられて、 CM で、一躍有名になってですね、演技力で、トップ女優になったんですけれども、うちの父もチェ・ジンシルさんの、ファンだったり、とても人気が高かったんですね。私生活がうまくいかなかったんですね。離婚した、元旦那ですね、プロ野球選手のチョウ・ソンミンさん、日本の読売ジャイアンツでも、活躍した、プロ野球選手との、暴力事件、あと離婚とか、その後は知人ですね、芸能人知人との、金銭関係のデマが広がって自殺したですね。その金銭関係に浮上されていた、知人、芸能人の知人、そしてマネージャー、旦那、元旦那、そして芸能活動を共にやっていた弟が次々と自殺をして、最も最悪な自殺事件になりました。続いて2010年、皆さんも大変悲しんでたんですよね。冬のソナタのパク・ヨンアさん、俳優のパク・ヨンアさんが33歳で、自殺して、日韓で衝撃が走りました。彼は日本でも冬ソナタで一躍スターになって、日韓でまたがって活動してたんですけれども、ビジネスを展開してたんですね。その個人の事業、そして、
父が癌を患ってですね闘病していた、いろんな、苦しみとかストレスがあったらしくて、芸能活動と の、ストレスが、高かったというふうに知られてるんですね。もっと、素晴らしい作品を撮って日韓で活動してほしかったんですが、非常に残念だと私も思っています。あと2017年からですね、有名なアイドルを中心に、芸能人の自殺が急増したんですね。あと日韓でまたがって日本ではドーム公演をも行っていた、人気アイドルグループシャイニーの、チョンヨンさんがですね急に自殺をして、日本でも衝撃が走ったんですよね。まさに日韓で人気絶好調な時期に突然自殺したので、私もかなりショックを受けたんですけれども、遺書にはもうだいぶ前からうつを、患っていたんですね、心の闇で苦しんでいって、結局そこから立ち直ることが、できなかったというふうに、書かれていたようですね。うつ病によって自殺したと言われております。そして2019年も人気ガールズグループのメンバーが、次々と自殺して、多くのファンに、衝撃を与えたんですね。SM エンターテインメント、シャイニーと同じ所属事務所ですね、FX のソリさんですね。私もう個人的に FX では一番こう末っ子で、韓国中で可愛がられていたソリさん、私も大好きだったのでかなり、悲しかったんですけれども、25歳の若さで自殺したんですね。彼女はですねグループ離脱後女優として、活動を、始めたんですけれども、自由奔放な言動と私生活がですねSNS で、ものすごく批判とかバッシングをされて、憂鬱になったと言われてるんですね。さらに妊娠説と、彼氏の間で子供ができて中絶したとか、根拠のないデマが、悪質なデマですね、が浮上して、結局自殺したんですね。ソンリーさんが自殺して翌月にですね、日本でも高い人気を誇っていた、カラーの人気メンバーの桑原さんも、自殺してしまったんですね。お尻ダンスで日本でも一躍スターになったんですけれども、ソンリーさんと桑原さんは、年は4歳ぐらい離れてるんですが、だいぶ前から親友として仲良い友達だったんですね。彼女もカラー解体後は、私生活でいろんなトラブルが浮上したんですね、彼氏との暴力事件、が次々と、ニュースに出たりとか、あとリベンジポロの事件が、あったりとか、裁判もその元彼と、裁判を行っていた最中だったんですね。その中で数回自殺を図って、マネージャーに見つかって、助かったりとか、そういうこともありました。それが衝撃だったのが、2019年の秋に、日本で単独コンサートを行ったんですね。コンサートが終わって、間もない、11月に自殺をして、命を落としてしまいました。残念ながらですね、彼女は死んだ以降も、移植ですね、彼女をちゃんと育ててなかった、親、親権も諦めていったのに遺産を狙って急に現れたみたいですね。その遺産狙いで、今裁判も行われております。あと皆さんご存知かもしれませんが、元大統領が、家族の横領や、賄賂、お金の問題で、自殺したり、あとセクハラの問題が浮上して、現職の、ソウル知事、ソウル市長が自殺したことも、記憶にあったらしいですね。
はい、ちょっとまあ苦しい内容になってしまったんですが、自殺した有名人芸能人の、話ちょっとまとめてみました。次回ですね、なぜ韓国人がここまで自殺を選んでしまうのか、その背景と原因は何なのかについてですね、皆さんに、説明したいと思います。はい、では次回も楽しみにしてください。